つにも感情がある。どうも、一斉です。前回の動画でアップしたスキスマトグルッティス、しおれてたやつなんですけど、カメラ回してなかったんですけど、カットしてこういう状態にしちゃったんですよ。こんな感じですね。もう根っこもね、水枯れでもう全部パリパリになっちゃったんで、こういう状態にしちゃいました。で、全部もう葉っぱも落としちゃって、水苔にこう包んどけば、また新しい葉っぱ出てきてくれるんじゃないかなっていう感じがするんで、まだね、完全に死んでないんじゃないかなと思うんですよ。こう触った感じもやっぱ硬いし、なんかね、生命感は一応感じるんで、根っこは全部もうパリパリなんだけど、なんかね、いけるんじゃないかなって感じがするんですよ。なんで、この、スリット鉢に水苔に包んでね、水苔があるんで入れといてあげようかなっていう感じですね。いやー、でもね、ほんと水枯れって僕今回初めてですね。無事ね、全員助かってくれればいいんですけど、他の子もね、ちょっと今から見ようと思ってるんですけど、まずはね、この子が一番ひどかったんですよ。なんでね、ちょっとこういう感じで周りをね、こう包んどいてみようかなっていう感じですね。一斉の動画、他の子もね、パッと見分かんなかった子も、なんか日にちが経ってからね、枯れてきてるんで、ちょっと中見た方がいいなって感じがしますね。最初ね、全然元気そうに見えた子も、やっぱり後からこう症状が出てきてる、葉っぱが枯れてきてるんですよね。こういう感じにしといてみようかなと思います。はい。大丈夫かな？この子めっちゃ綺麗だったんですけどね。一斉の動画。はい。横からお見せすると、もう、パッと見ね、ダメなんじゃないかなっていう感じがしてるんですけど、多分ね、助かってくれるんじゃないかなと思います。はい。こんな感じですね。僕、Twitter と Instagram もやってるんで、よろしければ、フォローの方よろしくお願いします。と、チャンネル登録の方も、ぜひよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。バイバーイ。